男子100キロ級銅メダルウルフ・アロン選手です。まずは3位決定戦振り返っていただけますか。そうですね、まあ、全体的に3位決定戦では、危なげない自分らしい柔道ができたかなというふうに思います。今回追われる立場で迎えたこの柔道グランドスラム大阪ですが、どんな大会でしたか。そうですね、全体的に減量もうまくいき、調子も悪くなかったんですけど、またその追っていく場面と守る場面という部分の切り替えというのがしっかりできなかった部分があるので、また一つ新しい課題ができた大会でした。熾烈を極めているこの100キロ級の東京オリンピック代表争い、ご自身ではどのように捉えてますか。そうです、まだまだ、代表には決まってないので、ここから、ある試合、全て一つ一つ、見つかった課題を克服して、代表権というのを手に入れたいと思います。ありがとうございました。